8月5日午前8時40分ごろ、理化学研究所発生、再生科学総合研究センター、神戸市、CDB の笹井義樹副センター長52が、CDB に隣接する先端医療センター内で首をつっているのを関係者が見つけ、110番しました。兵庫県警によると、笹井氏は病院に搬送されましたが、 午前11時過ぎに死亡が確認されました。笹井氏は傷ついた臓器や組織を治療する再生医療研究の第一人者スタップ細胞論文の共著者の一人で小帆田春子研究ユニットリーダー30の指導役を務めていました。論文の不正では未解明の部分も多く笹井氏の自殺によって。 救命は一層難しくなると見られています。県警などによると、笹井氏は、先端医療センターの研究棟の4から5階の非常階段、踊り場の手すりに、紐状のものをかけて、首をつっていました。捜査関係者によると、笹井氏が首をつっていた現場付近で、関係者に宛てた遺書が複数見つかりました。笹井氏は、 万能細胞の一つである ES 細胞、肺性幹細胞の立体培養を手掛けるなど、国内外で高い評価を得ていました。京大医学部では、最年少の36歳で教授に就任するなど、若い頃から再生医療分野でエースと言われていました。スタップ細胞をめぐっては、実験の一部に関わったほか、 論文の執筆や構成を手がけていました論文の研究不正を認定した利権の報告書では「笹井氏の責任は重大である」として処分を求めていましたとても驚きましたスタップ現象の検証実験も行われている中での出来事であるだけに論文の真相解明を進める利権にとっても大きな痛手ですね 論文の疑惑が表面化して以降、かなり精神的に追い詰められていたのかもしれません。検証実験の最後まで関わって欲しかっただけに、大変残念な自殺です。